はい、どうも、エンタのゲームインザボックス、引き続きトライアルズフュージョンやっていきたいと思います。よし、フォレストランブルのラスト一コース、トライアスロンやっていきたいと思います。ランキング上位獲得の3つのチャンス、よくわからんな。ボックスバットは使えない。じゃあローチでいきましょう。トライアスロン、どういうことや。3つの競技やるからトライアスロンってことか。最高のロングジャンプ、ハイジャンプ、バニーホップを決めよう。ロングジャンプもう全然あかんやん。はい、ロングジャンプ、これでいいの。って言われてもやな。わからん。何、バニーホップ。最後はバニーホップ。ここはロングジャンプ。あー、でも結構いったんちゃう、悪くはないところでしょ。おいし、あー、惜しいとこまではいったな。次バニーホップ。何をしていったらいいんだこれは。普通にゴールしたらいいってことかな。スコアがなんかだんだん減ってってるんだよね。よし、あ、なんか金メダル取ったし。よくわかんねえけど金メダル取ったし。何これ、ペンギン。ペンギンが空を飛んでるよ。ペンギンも空を飛ぶよ。シュールな絵やな。アイスエイジみたいやわ、本当に。はい、金メダル獲得。レベル27に上がりましたね。ということは残り5枚メダル取らないといけないってことか。なるほどな、5枚か。ここら辺でもねえ、シルバーメダルやもんな。北極オープンやな。北極オープンほとんど銅メダルやから、ここら辺金メダルね、目指してやっていきましょうか。その前にどうせやったらビギナーズローブ、ビギナーグローブ、これ全部金メダル取っちゃいましょうか。あと2つですからね。この2コースやっていきましょう。はい、繰り返しになりますが、1回やったコースですけれども、もう一回やっていきたいと思います。金メダルを目指す。もうここら辺のね、金メダルを目指すっていう感じもファミコンリミックスに似てますよね、さあ、このコースうるさいんやったわ。ほら、うるさい。私の声も自然とでかくなりますよ。うるせえわ。タイム何分以内やったよ。タイム見てないな。クリアタイム、まあいいわ。とりあえずゴール目指そう。あ、ゴールや。オッケー、金メダル取った。順調にいってますな。オッケー、よし。これ、クリアタイム42秒でノーミス。42秒でノーミスね。このコース42秒でノーミス。OK。やっていきましょう。これでまた金取ればメダル1つ取りますからね。よし、行きます。
はい。うわー、よいしょ。いいよ。あー、ミスったやないか。あー、あれ今文字出てたんか。自分のゴーストってことかな。前回の記録の自分のゴーストってことですね、あれ。はいはいはい。ルナパネル、ルナパネルによって供給されてます。あかんな、くそ。ノーミスで40何秒とかやもんな。ミスしたらあかんねん。やっぱアクセルのベタ踏みダメですね、うん、加速しすぎないことも重要ですね、このゲーム。よし、 OK、 いったやばいな。自分のゴーストが追っかけてきてるよ。常に自分との戦いですよ。ジャンプ、いったいった。よーし、飛ぶね。うわ、ミスっちゃった。ミスったらダメなんだって言ってんのに。よーし、もう一回。よし、ほい、オッケー、着地。よし、ゴールまだか。あ、ここゴールね。うわー、怖い、危ない。オッケー、ゴール、オッケー、金メダル取りましたよ。よーし、完璧完璧。ここで全部、ここがゴールドになったね。おー、やるやないかい。あと3つ。メダルあと3つですね。ちょっとここもう一回やりたかったんだよね。ここもう一回やりたかったわ。なんであれ49メートル以上の記録が出なかったのか。ちょっともう一回やりたかったんです、ここ。ここだけ心残りやった。ここだけ言うたらちょっと失礼かもしれんけど。でもやっぱ42か。あー、43。もっと早くか。どのタイミングで離すべきなのかが分からへんな、未だに。こんだけコースを繰り返してきた私でも。44か。40。もっと早めに話した方がいいんかな。おお、いったいった。なるほど、こういうことか。81メートル。あれ、でもまだ銅メダルな。あ、90メートルいかなかった。わかったわかった、タイミングわかった。だいぶ早めに押さなあかんわ。違う、ちゃうな。バイクと一緒に飛び立ったのね。ちゃうな。
どこやったっけ今行ったん。ここか。ほら行った。これ行ったで。108。あーこれでもどう。あじゃあ銀。金メダル115。わかったわかった。なるほどな。タイミングが悪かったんや私は。こういうことやろ。ほら行った。あー惜しいな。低すぎたな。いけー。いかんか。115。あーあかんな。惜しいな。わかったわかった。容量わかったよ。オッケー勢い出た。いけー。まあ惜しいな。118。できるだけ加速したろかここで。よーし。もっと上に飛びなさいあんた。もっと上に。ああ103か。オッケー勢いあるよ。勢いある勢いある。飛べ飛べ飛べ。ああ102。よーし加速バーン加速バーン。期待させておいてやな。遅いな。出発のタイミングが遅い。オッケー勢いはすごい。勢いはすごかった。おいったんちゃう。オッケーいった。結局いまいちタイミングがようわからんかったままやけど、金メダル取ったからいいよ。オッケー。さああとメダル1個ですよ。ついに。じゃあどこ行こう。スキーライドから行こうかな。ミス2回で54秒まで。だいぶ面白いな。このゲーム面白いわ。面白くなってきたわ。なんかできるようになってきたら面白いですね、やっぱりね。何のゲームでもそうですか。そうかもしれないですけど。できるようになってきたら面白いわ。ねえ。4回目の時に全然できなかったあのコースがですよ。今金メダル取りましたからね、さっき。嬉しいもんね、そういう時。楽しくなってきましたよ、ゲームが。まあ、最初から面白いんですけどね。最初から楽しんでるんですけど。よーし。お、上のゾーン行ったぞ。はい。なんかペロロンって言ったで。ああミスった。どうしよう。とりあえずゴールまでやってみよう。よし。いや行け。これでお、アンロックスキルショーケース。あー銀メダルか。金メダル取ろうか、どうせやるんやったら。なんかね、次回に金メダル持ち越すのももったいないような気がするし、勢いでそのまま金メダル目指しましょう。まあおそらく最低条件としてノーミスなんでしょうね。ちょっと一回ミスっちゃったのがもったいない。あ、飛べるな。飛べるわ。わあ、跳ねる。よし。巻いてるよ。巻いてる巻いてる。あ、
オッケーゴール、あ、よっしゃ、金メダル。オッケー。過去にプレイしたコースでもこうして金メダルを取るっていう楽しみがありますね。さあ、スキルショーケースが開いた。ってことは残り3ステージかなってことなんかな。で、コースがまだ結構あるね。よし、まだまだ楽しませてくれそうですね。キャリア 46% クリアって書いてますね。じゃあまだ結構あるな。やっていきます。トレーニング4、エキスパートテクニックをマスターしろって言ってるな。エキスパート、エキスパートテクニック、何を学ばせてくれるんでしょうか。レベル4、最上級テクニックを教えましょう。時には足場がかなり高い場合もあります。バニーホップしてゆっくり後ろに進んで素早く前に。へえ、やっぱバニーホップ習得しなあかんのか。おお、わっきゃからん。はい、はい、教えてください、早く教えてください。そう、ボタン間違えたな。素早く前にね。雰囲気ああいうことやね。あ、惜しいな。オッケー、いった。上り坂でバニーホップするには後ろにリーンするときに前輪をいつもより高くしてください。そして前へジャンプしてください。あ、難しいなこれ。あー、はい、うん、うわあ体勢持ち直されへんな。あ、今行ったんじゃないの、惜しかったな。あ、行った行った。なんかようわからんな、俺バニーホップした感じじゃないぞ今の正しく着地することが大切です。複数のジャンプにはコツがいります。正しく着地するには後輪が先、それぞれの足場でゆっくり加速することです。なるほど、これ僕さっき言ってましたね。さっきっていうかいつの収録やったか忘れたけど、後輪を先に着地させた方がいいっていう話はしましたね。あ、惜しいな。なんかそっちの方がね安定するんですよね、後輪に先着地した方が。あかんな、照れちゃうな照れちゃうわ。ゆっくり加速ね。違う、この坂地味に難しいわ。オッケー、いったよ。さて、重要な障害物を越えるテクニックです。後ろへリーンして前輪を障害物の上へ乗せましょう。なるほど。そして後輪が障害物に当たったら前へリーンしてバイクを引き上げましょう。なるほど、こうね。で、前へリーンしてバイクを引き上げる。あー、登る気配がないな。ちょっと一旦下がって、あー、惜しいな、惜しいな。おー、上がってくれ。戻っとるがな あれでええんか、あれでええのか。ああ、こういうことね。あ、いったいった、あれやろ、あれ正解やろ。お、ピットパイパー、ん、ピットバイパーをアンロック。バイクにはマスタードがありません。ちょっと何の話してるか分かんないな。
バイクにはマスタードがありませんということやろ。おお、レベルめっちゃ上がった。これで全部のレーシングライセンスと FMX ライセンスを取ったってことかな。 OK ということで、まあ、今回ここぐらいまでにしておきます。次回はこの新しくオープンしたコースからやっていきます。なんか今回から難易度がハードになったんかな。そうですね、難易度ここまでミディアムだったんですけれども、このコースから難易度ハードになってますね。ということは難しいステージがいっぱいということでしょうね。まあなかなか進まなくなっちゃうかもしれないですけれども、ぜひ次回もご視聴ください。ということで、エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。